こんにちは、萌香です。ゆうきです。今日は名前何お菓子当てクイズをしたいと思います。イエーイ。ルールは今2人とも 4つずつお菓子隠れて買ったんですけど、それを口の中、お互いの口の中に入れて何か当てるっていうゲームです。で、多かったらトーク勝ち。OK、で始めましょう。私が買ったのは名前言っちゃいそう。名前言っちゃダメよ。これと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 これが2つ目で、これとこれと3つ目とこれで OK。 で、これが4つ目です。僕はこれを買いました。1つ目、これとこれ、これ3つ目がこれ。終わった？まだまだ、最後がこやつでございます。 OK、 OK、 しまった？しまった。 OK、 じゃあ目つぶって目つぶる、目つぶって、もうつぶった、もうつぶった、もうつぶってる。怖いね、これ。え、これお菓子の名前やってるんですか？開けて。さて、なんだ。チョコレート。何のチョコレート？ん？形もヒントだよ。何これ、竹のもの札じゃないしな。あ、でも形的に近い。あ、あのイチゴのやつしよう。おお、正解。名前は？なんとかなんとかチョコ。長いね、アポロだけでした。あ、そうだ、アポロ。はい、さあ、開けなさい。うわさあ、これはなんだ。チーズ。チーズだね。やだ、これ美味しくない。なんでしょう。キュッてなってない。待って、ただの黄色いやつじゃん。そう。え、短いですか、こんな。そう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 。待って、名前わかんない、普通に知らない。まあ、当てた当てた。チーズおやつでした。正解ね、今。次は、あ、これ何でしょう。名前がわかんない。これ多分誰も、あのギターの、あのギター、え、ギター弾いてるやつじゃないの？全然違う。あ、違う、全然違う。イカそうめんじゃなくて、アサリメじゃなくて、なんだっけ、テアンデーみたいなやつ。テアンデー、なんとかさん、イカさん。違うね、4文字だね。いっぱい出てる。ん？ 4 文字、最初のものよ。カ。お前何か分かってるでしょ、実際。イカのやつ。イカ？カ？これ、これ、イカなの？これ何じゃん。じゃあ、ブリー。はい、かば焼きくんか。サンダワ。次、これは簡単、マジで。購入します。はい、さて何でしょう。わからない。いいの答えて。え、なんかね、パッケージがね、赤いの。赤いやつ、うん、あ、あの顔が入ってるやつ。なぜかポテコみたいな。ビスコだね。ビスコか。え、これどうする？ 0.5 ポイント的な。 0.5 ポイントで。 OK、 はい、目つぶって、これいきたいと思います。何でしょう。チョコだけど何か入ってる中で、これ有名？有名だね、海外で多分有名なやつ。チョコボール。海外じゃないか。違う違う、もう一回食べる。はい、何でしょう。知ら
よな。わかんない。正解は M&M クリスピーでした。クリスピーとかずるい。普通の M&M にしろし。的に。あ、フェラーリだ。それ味わかる。結構普通。ミルクチョコレート。うざ。正解。じゃあ最後いくよ。最後やってみます。待って。やばい、これ。梅の、待って。梅のこれ、なんか、酸っぱこれは、あ、カニサギ梅の酸っぱい、酸っぱいじゃねえや、なんていうの、酸っぱいやつ。いや、これネギネギじゃないから。いいよ、諦め。正解はただの梅干しでした。ただの梅干し、何やってんの。死ねん。何食ってんの。やば、お菓子のつもりで食ったからめっちゃ酸っぱと、しかも実際8ミリとかめっちゃ8ミリとか言って全然酸っぱくないもん。酸っぱくないから。いや実際お菓子と持って食ってみて。待って、どっち買った。待ってこれ当てた。ゼロ。これ 0.5 だっけ。 0.5 チロチョコ当てたでしょ。 1.5 これは。あ、これ当てた。当ててな。え、でもイチゴのやつだったよ。あー、じゃあ 0.5 ぐらい。で、今 1.5 2 2 2。まあこれ 0.5 ぐらいかな。これ1だね、あったね。 1.5 0。これはダメだね。いや、クリスピー味とか知られてないし、ずるい。これもまあ 0.0 0.0 1.5 あれ、もういらない。イエーイ。見るか。勝った。負けた。何をしてほしい。変顔だね。そんなんでいいの。そんなんでいいの。何。分かんな。緊張した。あれだよ、滑るの分かっててさ、変顔してとか言っただろ。全然いい。どれが一番好き。全部あげるよ。で、他の塩しよう。イエーイ。かしぱじゃん。かしぱします。見てくれてありがとうございます。